それではお時間の方をいただきましてありがとうございます。ワードプレスでアフィリエイトは儲かるのマネタイズのお話をさせていただきます。鈴木珠代と申します。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介の方をさせていただければと思うんですけれども、私はもともとギフトメーカーのウェブ端の方をやっておりまして、その後アフィリエイトの会社 ASP と言われる会社があるんですけれども、そちらのファンコミュニケーションズ、A8net という会社、A8net というサービスを行っている会社なんですけれども、そちらとリンクシアジャパンという2つの ASP に行きまして、ネットショップ運営者に向けた教育、啓蒙活動などをしておりました。その後、代理店の方を経て、現在はボーディ有限会社の方で、アフィリエイトの社内運用支援の方などを行っています。一応その間で活動している中で、業界 MVP という賞などもいただいたり、著書なども発行させていただいているものです。今の、活動報告自体は、こちらの鈴木珠代事務所という、珠代 .jp という方のサイトの方で行っております。で、今日はちょっとですね、40分ぐらいのお時間ということでいただいてるんですが、資料の方をもりもりにさせていただいています。今日の講座の対象とゴールなんですけれども、アフィリエイトをこれから始めたい、始めたばかりの初心者の方に向けた講座の方になっています。今回は広告主の担当者向けではありません。初心者の方に向けた講座ということなので、できる限り難しい言葉を使わず、わかりやすくお伝えできればと思っています。講座のゴールなんですけれども、アフィリエイトとはというものをふんわり理解していただいて、私も読者さんに役立つ記事を書いてみようと思っていただくことをゴールにしています。で、今日のお話を聞いていただいて、もしかすると、これはちょっと大変そうだぞ、みたいなふうに思ってしまうかもしれません。アフィリエイトやはり向き不向きもあるので、その判断に今回の講座を使っていただければ嬉しいなというふうに思っています。まずですね、ざっくりと皆さんが興味を持ってくださっているアフィリエイトって、実際今市場規模ってどうなのというのが、毎年ですね、矢野経済研究所というところで市場に関する調査結果というものをリリースしてくださっています。こちらによると、まあ、2015年からのこの情報が出ていて、今年の予想も、まあ、比較的ずっと伸びている市場であるというふうに調査結果自体は出ております。で、今日は初心者の方が多いというふうにお伺いしているので、まずですね、今日いくつかこの言葉が3つ出てきてしまうので、この3つの言葉を覚えておいていただきたいんですね。広告主、ASP、アフィリエーターという3つがあります。この3つを覚えていただきたいんですね。広告主というのは、通販企業の方々です。ウェブショップを運営している方々ですね。その方々は、アフィリエイトを利用して、まあ、こう、皆さんに商品を紹介してくださいと言っている立場の方々が、広告主です。続いて、ASP。こちらは、成果報酬型の広告を配信しているアフィリエイトサービスプロバイダーの略で ASP になってます。要はアフィリエイトの仕組みを提供して皆さんに使ってくださいという立場の方々が ASP です。で、今日の講座を聞いてくださっているおそらく大多数の方々がアフィリエイターという立場になると思います。ホームページやブログなどの媒体を持っていて、広告主が提供する様々な広告素材を活用して商品を紹介する方々のことをアフィリエーターと言います。法人だけでなく個人も含めて様々なサイトが ASP に登録してアフィリエイトを楽しんで運用されています。で、よく出てくる言葉でアフィリエイト広告とは成果報酬型の集客手段ですという言葉があるんですけれども、これを、まあ、簡単に図で説明させていただければと思います。アフィリエイトの仕組みなんですけれども、こちらはあるアフィリエイトサイトさんの紹介記事になるんですけれども、
日焼け止めを紹介してるんですね、この方。で、日焼け止め、こんな風にすごく使い勝手が良くていいわよっていうのを、すごく綺麗な写真とともに紹介されています。このように、アフィリエーターの方が商品を紹介します。で、丸に指定されたリンク。この場合は、テキストリンクになるんですけれども、こちらを貼っておきます。で、このリンクを、このサイトを見に来ていた読者さんがクリックして、ここで、このクリックした時に AHP の何かこう仕組みがキュルルーと動いて、このアフィリエーターさんから広告主のサイトに来たよっていうことを、記録を取っておくんですね。で、その記録を取っておいて、実際その広告主のウェブショップにたどり着いた読者さんが、商品購入されると、この紹介記事を書いていたアフィリエーターの方に、報酬が支払われる仕組みのことをアフィリエイトと言います。でですね、広告主、つまりウェブショップの方々がそもそもなんでアフィリエイトを利用しているのかっていう理由なんですけれども、そもそも広告という言葉を聞くと、テレビ CM とか新聞とか雑誌の広告などがね、ウェブが始まる前からずっとあったと思うんですけれども、それらを利用するのは、商品やサービスを知ってもらうためだったと思うんですね。で、様々な広告を出して、お客様に商品を知ってもらって、お客様に買ってもらうっていうために広告を使ってます。で、その一つがアフィリエイトです。で、アフィリエイトの最大の特徴として、費用対効果が明確である。費用対効果が高い広告手法であるというふうに言われています。これは何かというと、つまり、先ほどのアフィリエーターさんのように、紹介記事を書いてくれて、それだけだとお金が発生しないんですね。多分、新聞や雑誌の広告ってもう、掲載した時点でお金が発生してしまうんですけど、掲載そのものにはアフィリエーターさんに費用は払うことがないんですね。あくまで売れた分だけ払えばよいという形なので、広告主にとってはとても費用対効果が高い広告手法だということで重宝されているのがアフィリエイトの仕組みになります。で、まずアフィリエイターとイメージすると、多分個人のブログをイメージされると思うんですけれども、様々な種類があります。例えばですね、価格 .com。皆さん一度はね、パソコンとかを買うときに見たことがあると思うんですけども、これもアフィリエーターです。例えば、これは T ポイントモールなんですけれども、他に、JAL マイレージモールとか、ANA マイレージモールとか、あと LINE ショッピングモールって聞いたことがあると思うんですけれども、このサイトを経由して商品を購入すると、ポイントバックされる。で、そのポイントを貯めて、また商品を買うと、そのポイント分割引になるっていうサイトがたくさんあると思うんですけれども、多分100とかそのぐらいあると思うんですけども、これもアフィリエイトの仕組みを使ってポイントバックをしています。アフィリエイターです。で、例えば、マイナビニュース、ニュースサイトじゃんって感じなんですけれども、これも、カテゴリーの中にホビーとかそういったものがあるんですけれども、ここでもアフィリエイトリンクを使ってアフィリエイターとして紹介をしています。新商品の紹介とかでアフィリエイトを活用しています。あとは女性では見たことがあると思うんですけども、アットコスメ。ここもアフィリエイターです。これらは、法人企業として、社員さんを何人も抱えていて、多分価格 .com とかめっちゃ儲かってるんだろうな、みたいなイメージがあると思うんですけども、すごい儲かってます。アフィリエイトですごく仕組みを使って、儲かっている法人の媒体というものもいます。で、続いて、様々な個人サイトというものがいます。おそらく皆さんのイメージでいうアフィリエイターってこのあたりかと思うんですけれども、例えば、産後、こちらのサイトは、情報サイトっぽく、ニュースサイトっぽい、なんでしょうかね。おしゃれな雰囲気の新しいカフェがオープンしたとか、何か新商品、化粧品が発売されたといったときに、なんていうんですかね、情報サイトっぽく紹介記事をまとめているサイトです。
もしかすると一番アフィリエイトサイトで多い作り方をしているのが、こちらのあやぴえんほさんというのですけれども、様々な商品やサービスを、このワードプレスのブログ的に活用して、そのいろんなテーマの商品の紹介記事を書くというようなサイト。これもアフィリエイターさんのサイトとしてとても多いです。あとは、ワンテーマで一つのサイトを作る。例えばですね、こちら女子旅ライターが行くカンボジアシリマアップというサイトなんですけども、カンボジアに旅行した女性の方が、その旅をする前に知っておきたかったこととか、現地で注意しておきたかったことみたいなことを一つのテーマでまとめて作ったサイトです。こういうサイト結構ですね、横展開がしやすいのでね、個人的にもおすすめしたいです。で、こちら、もしかするとですね、数年前まで無料ブログが大流行りだった時に、すごくすごく流行ったサイトですね。これ、アフロ葛西の日記みたいなタイトルになってるんですけれども、アフィリエイトサイトというよりは、バナーをベタ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 貼って、紹介記事もない形で、書いてあるサイトですね。特に誰かに何かを訴えたいとか、紹介したいっていうよりも、もうただバナーをベタ貼りしていたサイト。たくさんね、いろんなところに、FC2 とかライブドアとかね、そういったもので残っちゃってると思うんですけども、まあ、ぶっちゃけこういうサイトはあんまり全く儲かりません。はい。あとは最後に積極的におすすめしないんですけれども、今はだいぶ減ってきたんですが、リスティング広告、検索連動型広告の方を使って、広告主のショップにある商品単体のページを作って、それで広告のみで集客するような方もアフィリエイターさんとしてはいます。あんまり積極的にはお勧めしないですが、こんな人たちもいます。で、皆さんこれからアフィリエイトをやろうと思っている方々が多いと思うんですけれども、商品をそもそも買う人ってどんな思考っていうのを考えてみるといいと思うんですね。例えばどんな新商品あるかしらとか、これとこれってどう違うのかしらとか、使い方が知りたいとか、買おうかなとか、今すぐ買いたいっていう気持ちで、おそらく検索していると思うんですね。で、この買おうかなとか、今すぐ買いたいに関しては、多分、ショップさんのページにもう直接たどり着いてると思うんですね。もうその買うものが決まっている人たちなので、こういう人たちはあまりちょっとアフィリエーターさんも、勝負がしにくいです。で、アフィリエーターさんの得意としているのはこちらですね。どんな商品あるかしらとか、これとこれってどう違うかしらとか、違う使い方が知りたいみたいな形で、こう、調べ物をしている人たち、まだ漠然と商品を探している人たちにプッシュするのが得意なのがアフィリエーターさんです。でももう一つ、何が買いたいなってすんごい漠然としてるときに、これおしゃれよとか、新しいお店オープンしたわよとか、今年は白が流行ってるみたいよみたいな、こう、ちょっとおせっかいおばちゃん的な動きですね。この何か買いたいと思ってる消費者の方に対して、新しい商品のサービスや気づきを与える、おすすめするっていうのもアフィリエーターさん得意としてます。あとはですね、買うものは決まってる。相手が求めてるもの、例えばパジャマ欲しいんだけどどうしようかなって言ってる人に対して、このショップのは洗濯しても乾きやすくてデザイン良かったわ。ウエストゴムが少し硬めだからワンサイズ上がいいわよ。みたいに、良いところも NG なところも伝えられるのがアフィリエーターさん。ウェブショップのページって基本カタログ上になっているので、詳細ウエストゴムが硬いとか分かんないんですよね。いつもだと M サイズを買うけど、この場合は L を買っとくと楽よ、みたいに、パジャマだったら L みたいな形でおすすめしてくれるのがアフィリエーターさんのとても良いところです。で、それを具体的に有力な成果を上げているアフィリエーターさんがやってる手法の仕方をちょっとご紹介なんですけれども、例えば、女性向けの商材なんですが、フェイスパウダーを紹介記事を書いてるんですけれども、この方ですね、まあ、すごく綺麗な写真とともに手に載せた様子とかも見ていて、本当なんか素敵なサイトなんですけども、ここの部分ですね。
成分からもわかるように、これですね、他のブランドの名前を出しちゃってるんですけども、他のブランドのフェイスパウダーと比較すると、よりすりガラス感が強いアイテムです。肌の粗をふわっとぼやかす力が強いんですよっていう形で紹介してるんですね。こういうふうに他のメーカーさんと実際比較してみて、こう違うよみたいに書けるのもアフィリエーターさんのすごい強みの部分になります。なので、有力なアフィリエーターの方々というのは、とても優秀なセールスマンなんですね。買いたいなと思った時に、このショップで良かったわよ、おすすめっていうふうにすることができます。自分のブログやサイトで紹介して、購入や申し込みにつながったら、報酬を受け取ることができるのがアフィリエーターという立場の方々になります。ちょっと楽しそうだぞと思ってきてくれてたら嬉しいんですが、今日はじゃあちょっとまずアフィリエーターの始め方をご紹介できればと思います。この、6つの項目をまずご説明していきます。興味関心のあるジャンルでブログを作る。10記事以上更新する。ASP に登録する。興味関心のある広告の人で提携申請する。商品の紹介記事を書いていく。頑張って続けるという項目の、まず一番上からご説明していきます。興味関心のあるジャンルでブログを作るなんですけれども、じゃあなんか、今から始めるなら何をしようかってなった時に、アフィリエイト的には広告主、要は紹介する商品があるプログラムを選びます。広告主のいるプログラムを選びます。で、皆さんがこれから始めるけどどうしようと思った時には、継続できるネタ、このネタなら継続して更新できそうというものを探してください。で、興味があるものがベストなんですけれども、これからチャレンジしてみたいとか、誰かのために調べたいとか、まとめていきたいっていうものでも OK です。で、興味関心があるものというものだと、例えば、すごく漫画が好きですとか、鉄オタでいろんなところに行って写真撮りに行ってますとか、うちの猫最高なんですとか、筋トレはいいぞみたいな好きなものですね。それだときっと更新するのに苦痛がないので、そういったものもいいと思います。で、そういうふうに興味があることが結構人と被りがちだという場合は、心配事、悩み、調べたいこととかがあって、調べたことを誰かに共有したいっていうようなネタです。例えば、お得な保険について知りたいとか、健康になりたいとか、今もしかすると今後このテーマっていいんじゃないかと思うのが、親世代の介護が心配とか、ちょっとこれから不安があったり心配事があることを、体験していくことをまとめていくみたいなこともおすすめです。で、どんなジャンルが稼ぎやすいですかっていうと、アフィリエイト的にはライバルが少ないものです。で、先ほどのグラフがあった矢野総経済研究所さんが出していた市場調査の方で、今ちょっとコロナの関係があって、ジャンル的に下がってしまったもの、また伸びたジャンルというのがあったので、そちらをちょっと参考までにご紹介します。伸びたジャンルは、飲食品、食材配達、あとは生活用品のネット通販企業がすごく伸びたはわかる。あとは、巣ごもり需要関連では、スマートフォンのアプリや、ビデオオンデマンド関連ですね。そういったものがすごく伸びたということです。あとは、オンライン特化型。例えば、オンライン英会話やプログラミングスクールなど、この時に少しスキルアップをしようみたいな商材が伸びたそうです。で、逆に下がってしまったのは、エステや脱毛サロンなどの来店しなきゃいけなかったもの。ただ、今ね、少しコロナがまた落ち着いてきたので、またこれから伸びる可能性があるんですが、旅行。あとは、転職ちょっと今控えておこうということで、求人も少し下がっちゃってました。あとは、なるほどと思うのが、美容健康、化粧品も口紅とか全然売れなかったっていう話も聞きます。なるほどって感じですよね。そういうふうに、今下がってしまったもの、でも逆にこれらっていうのが、これから上がる、今みんな人の動きが活発になってきているので、これから行くならとか、
今から海外旅行をするならこういう注意が必要とかってコンテンツって今まさにニーズがあるものだと思うので、今は下がってるけど逆に狙えるっていうこともあると思います。こういったものは、まず Google とかで検索してみるといいと思うんですね。そこで自分の欲しい答えにたどり着けないときはチャンスです。はい。で、逆にこれ商品名とかで検索するとものすごく激戦とかもわかるので、検索してみるっていう癖をつけていらっしゃられると、とても良いんじゃないかなというふうに思います。で、続いて、10記事以上更新するということなんですけれども、これですね、まず何を始めるよりも先に、まずちょっと更新を先にしてください。10記事ぐらい。10記事以上です。で、これは先ほどのように、日々の日記ではなく、誰かの役に立つことを意識して更新されると良いと思います。で、素敵な記事の参考に、リンクシェアチャンネルというのがあるんですけども、ここの、ですね、リンク、後で見ていただければと思うんですけど、リンクシェアチャンネルでググっていただくと、こんな風にですね、先輩のアフィリエーターの方々が紹介記事を書いているものが一覧で掲載されているものがあります。こちらとかを見ていただいて、こんな感じの記事を書けばいいのかっていう参考に、パクっちゃダメですよ。参考にされてみて、まずは10記事ぐらい更新をしてみていただけるといいかなと思います。具体的な記事の書き方はこの後やります。で、続いて、ASP に登録する。すみません。はい。ですね。ASP 日本にもいくつか、たくさんあるんですけれども、特にこれから始めるならのおすすめで4つ掲載してます。A8 ネット、もしもアフィリエイト。まずこの2つに10記事書いたら、登録をしてみることをおすすめします。A8 ネットともしもアフィリエイト。で、その A8 ネットともしもアフィリエイトを使って、またいくつか記事を書いた後に、下のバリューコマース、リンクシェア、この2つの ASP を登録して、この4つに登録しておくと、スムーズに進められるんじゃないかなというふうに思います。特徴としては、A8 ネットっていうのは、ものすごい数の広告主がたくさんいます。一番登録している広告主の数の大きい ASP なので、A8 ネットをお勧めしてます。で、下の2つは、バリューコマースと、リンクシェアなんですけれども、この2つというのは、大手の広告主さんが多いんですね。例えば、バリューコマースだと、ヤフージャパンのサービスのものであったり、JTB なもの、大手の旅行会社などを持ってます。で、リンクシェアは楽天グループのものであったりとか、あとはベルメゾンとか日清ベルーナといった大手の総合通販などをたくさん抱えている ASP です。なので、まずは上の2つでいろんな商品を紹介してみて、そこで少し慣れてきたら、下のバリューコマースリンクシェアに登録するっていうのをお勧めします。ちょっと審査が厳しいんですね、下の2つ。ちなみに私は上の A8 ネットとリンクシェア2つの ASP に転職をしたことがあります。あと補足としてモール型のアフィリエイトもあります。楽天アフィリエイトと Amazon アソシエイトですね。この2つがモール型のアフィリエイトとなるので、やはり10記事以上書いてから、最近ですね、アマゾンアソシエイトさんとか審査が厳しいというのを聞いてるので、10記事以上書いてから登録をしてみるといいかなと思います。で、続いて、登録したら、興味関心のある広告主に提携申請をするという項目ですね。登録して審査にパスしたら、管理画面にログインすることができるようになります。そうしたら、興味関心のあるカテゴリーというのを選択して、ショップ名とかを調べて、どんなプログラムを運営しているか、報酬がどのくらいもらえるのかというのをチェックして、提携申請をします。提携申請。この提携したいです。あなたの商品を紹介したいですというふうに手を挙げます。それを広告主が
承認してくれると、皆さんのサイトやブログに広告素材を貼って紹介記事が書けるようになります。なので、広告主にまずは提携申請、提携したいですっていうふうに手を挙げていってください。たくさんしてみるといいかなと思います、最初のうちは。で、提携申請して提携関係になったら、商品の紹介記事を書いていきます。ちょっとですね、先輩にどんな感じで紹介してもらったらいいのかっていうのを、ちょっと一つだけ事例でご紹介します。あやぴんぽさん、インポさんっていうところが書いている記事で、マイブックというフォトアルバムを作成しましたよという記事で、どんな風にブログを書いていけばいいのかというのをご紹介できればと思います。これですね、子供の卒業記念に、フォトブック、写真とかを入稿して、こう、一冊の冊子に作ってくれるというサービスがあるんですけども、これを利用した記事です。ここをちょっと拡大すると、久しぶりに作成したフォトブックの詳細をレポートしますという形で、これですね、件名と書き出しと見出しだけをパッと見たら、どんな商品なのかわかりやすく紹介をしてます。で、この見出しがあることで、必要な情報にすぐたどり着けてとても便利なんですね。一番下に初回限定オフみたいなの書いてあるんで、こういったところだけに対してはもうピョンって飛べるようになってるので、見出しがあるとすごい便利だなというふうに思います。で、紹介記事を書いていくんですけども、子供が卒業しますっていうのと、これでフォトブックを、フォトアルバムを作ろうと思ったきっかけですね。記念写真撮りたいとか、おばあちゃんちの家の前でも撮影したいとか、ね、せっかく写真撮ったからフォトアルバムを作ろうというきっかけ。で、ここにサービスの紹介、注文方法などを入れてます。2回目のこの方注文なので、2回目は前回と違ってこうだったというその前回との違いとか、作り方をキャプチャー、画像を添えて操作感をわかりやすく説明などもされています。で、紹介記事を書いていくってことなんですけども、じゃ実際入稿して商品が出来上がりましたということで、出来上がりの様子も写真入りで紹介してます。これも安心の梱包で届いたとか、クオリティさすが高いみたいなことを書いてます。で、最後に注文すべき理由ですね。初回割引があるよとか、クーポンがあるよみたいな形でお得な情報を最後に入れて、注文を促すような紹介記事を書いています。シンプルでね、わかりやすく、うまい流れだなと思います。こんな感じで記事を書いていきます。最後、頑張って続ける。これは何ぞやってことなんですけれども、稼げている人とそうでない人の最大の違いはですね、ここです。継続していること。続けないと、そもそも成果につながらないので、毎日頑張って続けることです。で、やはりこの誰かの役に立つ、今だと初回限定で40%でお得だよって誰かに紹介することで、役立つことで、成果につながります。なので、誰かの役に立つ記事を更新していることが大事です。これを、まずは1日1記事を3ヶ月、つまり大体100記事、頑張って続けていただきたいです。この時点でだいぶハードルが上がっちゃうんですよね。100記事、まず頑張りましょう。で、この100記事っていうのに、ちょっとある根拠もあるんですね。私の言葉でお伝えしててもと思ったので、ベテランのアフィリエーターさんにアドバイスをもらったんですね。発生下のこととか、あとやる上で注意していること、アフィリエイトの楽しいところ、あと、合わせて、ワードプレスのここが好きとここが困るを、ちょっと皆さんに意見をいくつかいただきました。はい。発生下ってどうでした？って覚えてますか？って聞いたところ、やっぱりですね、先輩、ベテランの方々も、全然成果にならなかったのに、半年くらいで忘れた頃に成果になった。半年頑張った。あとは、1日3本ブログを更新していて、3ヶ月目に成果がありました。で、突然数千円単位の売り上げがあってびっくりしたっていう方とか、あとはですね、数十円の報酬がすごく嬉しく思った。かつ成果。
やはり今ベテランで長くアフィリエイト運用している方々も最初はとても苦労しているっていうのがここで伺えます。で、ベテランの先輩たちにアフィリエイトをやる上で注意しておくことを聞いてみました。まずは誰かの役に立つ記事を書くこと。これさえできれば成果は後から必ずついてきます。というご意見。あとはですね、広告主、紹介記事を書いている広告主は突然撤退してしまうこともある。やめちゃうんですね、アフィリエイトを。っていうこともある。っていうこととかですね。あとはやはり、もう皆さん継続っていう言葉をやたら言うんですが、継続することっていうことと、あとは、SNS の煽る人たちに惑わされないことです。こう、儲かりますよ、稼げますよって煽る人たちたくさんいるんですけれども、そういう人たちに惑わされないようにしてください。で、あなたのリンクから誰かがお金を払って商品を買うという自覚、その誰かの払う金額に見合う商品を紹介できているか、っていうことも大事だ、というふうに言ってました。あとはですね、後半で少しお話しするんですが、著作権や薬機法、景品表示法など、アフィリエイトに関連する法令を学んでおくのも大事です。ということです。あとは、簡単に稼げるものではないということと、あとはですね、サイトの向こう側には人がいるということを意識するといいですよというアドバイスもありました。先輩たちにことばっかり言いますね。アフィリエイトの楽しいところも聞いてみました。成果が上がった時に誰かの役に立ったかもと思えたということですね。あとは、自分が主体となって取り組める。会社勤めでも副業がしやすいとかですね。あとは、様々な新商品や企業と出会えること。昔はですね、アフィリエイト向けのイベントってリアルイベントが結構ワードプレスと一緒で多かったんですけれども、その頃は直接の人との出会いも多かったので、アフィリエイトでできた人脈は今も宝物っていうふうに言ってくださっている方もいます。合わせてですね、今日ワードプレスのお話なので、ワードプレスのここが好きっていう部分も聞いてみました。独自ドメインでのサイト作りが楽になる。無料で使えて機能も充実している。様々なカスタマイズができる。アフィリエイトに制限がない。これですね、無料ブログでももちろんアフィリエイトできるんですけれども、ブログ会社の規約の変更によって、例えばここ何年か前だと、アメーバブログさんが一旦アフィリエイト OK ですって言ってたのが、ダメですっていう規約が変更になったこととかがあるんですね。そういうことがワードプレスで作ったサイトにはないです。余計な広告も入らないし、つまずいたときにネットで調べると情報がある。あとは、テーマが豊富。初めてでもそれなりに見栄えのいいサイトができる。CSS をカスタマイズすることで柔軟にデザインの変更ができて、プラグインで様々な機能が追加できる。どこでも使える。そうですね。パソコンとかスマホがあれば一度やればどこでもログインできますね。知識がそんなになくても使える。あとは、トラブルがあった時に利用者が多いので検索すると大体解決ができるとか、自分でできる範囲で意図したものが出来上がる。他のコンテンツが紛れ込まない。突然のサービスの終了がないと思う。というご意見ですね。みんな本当そうだなというふうに思いながら皆さんの意見を見てました。じゃあ逆に、ここ困るという意見なんですけども、プログラムなので、ある程度理解しないと何もしてないのに壊れる。あとはですね、最初に立ち上げるのが大変。バックアップしてからでないとアップデート怖い。ここ記事がクラッシュエディタで書いてた記事をブロックエディタに更新するとき、レイアウトいじらなきゃいけないのがすごい面倒って言ってます。アフィリエイターさん記事の数が多いのでね、更新が大変になっちゃってるみたいです。あとはですね、これ結構ですね、私この半年でお二人から聞いてるんですけども、プラグインのバグがあったのか乗っ取られてサイトが改ざんされた。セキュリティにまだまだ穴がある。これ結構二人と半年内に見かけてたのでたまにあるのかなと思ってちょっとドキドキしてます。で、そういった時にトラブルがあっても自力で解決しないといけない。というのが、ワードプレスの困ったところというのがあります。で、逆にこの困ったっていう時に、
合うのがきっとワードプレスのコミュニティの良さなのかなと思っていて、やはり常にもうコミュニケーションを取れてる人たち同士だったら、この記事見ると解決できるかもよとか、何かあったらちょっと見ようかって言ってくれる人たちの仲間を作るっていうことも、ワードプレスでは大事なのかなって個人的にも思っています。はい。ということでですね、アンケートの方を共有したんですけれども、じゃあ実際運用してる方にインタビューなどもしてみました。ワードプレスのテーマ何使ってますかとか、更新のネタはどこからっていうのと、ぶっちゃけ儲かってますかっていうことと、運営で得たことは何ですかっていうものを聞いてみました。お二人いらっしゃいます。まず一人が、さっき、レビューの記事の書き方で事例にさせていただいた、あやぴさんっていう方に聞いてみました。もともと無料ブログを長く運営していて、ノンジャンルで自分が好きな商品を紹介できるサイトを作ろうとワードプレスに移行した方です。好きなものの傾向は決まっていて、コスメやファッションなどの記事が中心になったそうです。コスメとかダイエットとかのね、カテゴリーがあるんですけれども、こちらから、得意になったものとか、更新の、これだったら手間がないぞ、みたいなものを別の、ワードプレスで、サイトを立ち上げて、他の紹介の仕方をしたりもされています。ここはノンジャンルっていうのをポリシーにやってらっしゃいます。で、この方ですね、ちゃんとトップページにプロフィール写真入りで載せてるんですね。やはりプロフィール顔出しして出していると、この人が書いてるっていう信頼につながって良いのかなというふうに思います。で、使っているテーマ何ですかというと、このサイトは、シンプリシティ2を使ってるけど、最近はライトニング使うことが多いそうです。更新のネタはどこから持ってきてますかってことなんですけども、基本的には自分の興味あるものを紹介してます。で、アフィリエイト関係のセミナーとかイベントがコロナ前は多数開催されてたので、そういうのものに参加して、現地で商品を見て撮影して、情報を集めて、記事を書いていたということをされていたそうです。コロナになってからも、アフィリエイト向けのイベントってオンラインで行われているので、そういったものなどにも参加しているそうです。で、ぶっちゃけ儲かってますかって聞いてみたんですけども、あやきさんって、本業が結構今忙しい方なんですが、更新頻度がほぼなくなってきてしまっているんだけれども、それでも過去の記事から時々成果が上がってる。ちょっとしたお小遣い程度にはなってるということです。過去記事がね、ちゃんと成果につながってるっていうのがいいですね。で、サイト運営で得たことはって聞いてみたんですけども、副業のアフィリエイトで得た知識で2冊の書籍を出版できた。すごいって感じですよね。2冊も出せた。で、ワードプレスが使えるようになったことで、今本業の方が職業訓練校でワードプレスを教えてるんです。職業訓練校のでやってらっしゃるんですね。で、本業の方も軌道に乗って、今年法人になった。すごいですね。アフィリエイトがきっかけで様々な商品や広告主、ASP さんとつながれたこと、人脈が広がったことが一番の財産です。というふうにおっしゃってました。で、なんかご本人もおっしゃってたんですけども、本業じゃなくて副業で、アフィリエイトをやってた方でも、やっぱその本業が今パツパツになってきてしまってるんですけれども、過去の資産、サイトって過去の資産なんですね。過去の資産から収入が発生するのはとてもありがたいっていうふうに言ってました。もう一人、これ私が大好きなブログなんですけれども、つつじログの一味さんという方をご紹介できればと思います。この方ですね、保護犬をお迎えして、保護犬と一緒に、この方横浜、神奈川県に住んでらっしゃるんですけども、保護犬をお迎えした時に、迎えた時の記録を残すっていうことと、その住んでるエリアの、様々な犬を連れて一緒に行けるスポットをご紹介してるというブログを運営されてる方なんですけれども、お迎えの時に保護犬の活動をしている方がたくさんいるのを知って、何かできないかと思った。保護犬を迎えてからの記録を残すことで、新たに犬を迎える時に里親という選択肢があることを知ってもらえたらと思って始めたそうです。
で、使ってるテーマは何ですかって、コクーンです。で、更新のネタはどこからっていうのは、新しいお店の情報は、SNS や自分の足で見つけて、できるだけ早く取材。誰よりも早く更新するっていうことですね。で、広告主から商品紹介してくださいって依頼が来るんですけれども、それは自分で商品を選べる場合は、私が欲しいものではなくて、売れそうなもの、そのショップさんがで売れそうなものを選ぶように心がけてます。ということです。で、ぶっちゃけ儲かってますかって聞いてみたんですけれども、実はですね、ちょっと随分減ってしまいましてって、金額具体的におっしゃってました。今は10万円から15万円ぐらいです。これは広告主の方々が直接 PR で何か書いてくださいってものを抜かして、そのぐらいだそうです。で、PV、アクセスはもう右肩上がりに上がっているけれども、報酬はちょっと下がってきてしまいましたって言って、ちょっと厳しいですっていうふうにおっしゃってました。でも、すごいですよね。一個のブログから。で、サイト運営で得たことは何ですかっていうふうに聞いてみたんですけども、街を歩いてる時に声をかけられる。インスタグラムとかブログを見てお出かけの参考にしてますっていう方が多くてびっくりする。で、ブログはコメントが書きにくかったけど、インスタを始めたことで読者さんとの距離が近くなった。で、もともと犬を迎える時に保護犬という選択があることを知ってもらいたいと始めたブログだから、実はですね、この方、そこまでこのブログに関しては他にもいくつかサイト持ってらっしゃるんですけど、あ、マネタイズをそこまで意識してなかったそうなんですね。だけど、ブログをきっかけに保護犬を迎えたというメッセージをいただけるようになったことが、何より一番嬉しいというふうにおっしゃってました。で、この方の特徴というか見せ方のコツを一つご紹介できればと思うんですけども、おしゃれで実用的なおすすめの犬用品みたいなカテゴリーがあって、そこにこういうですね、犬を迎えるときに用意するものみたいな記事を、ヘッダーのところに入れてるんですね。で、相談会の人からアドバイスをもらって、これを揃えてくださいって言われて揃えたそうなんですけど、あまり使わなかったとか、実際1年使ってみたみたいなものの感想を更新してらっしゃるんですね。で、実際に使ってみたけど、うちでは失敗しちゃったっていう正直な感想なども書いてます。なので、この記事を読めば、じゃあ最低限揃えるもの、後からでいいもの、いらないものっていうのがわかる。しかも、買った時の記事じゃなくて、買って使ってみてどうだったっていうのを常にその更新してくれているので、体のサイズが大きくなっちゃったから、このサイズだと小さかったとか、そういったことまでわかるので、とても親切な構成になってます。すごく参考になるブログなので、もし犬好きの方がいたら、ぜひ見てみてください。なんとなくアフィリエイト、なるほど、なるほどって思ったと思うんですけども、事前に今からアフィリエイトをするなら知っておいていただきたい法律やルールのことがあるんですね。ですね、実はですね、アフィリエイト業界初の行政処分っていうものが2018年6月にありました。消費者庁の、が発表したものなんですけれども、アフィリエイトサイトの表示の内容が、営業法の規制の対象であったということで、措置命令の時に、アフィリエイトサイトの表示がっていうふうに明記されたのが、2018年6月に初めてあったんですね。ここからアフィリエイト界隈は結構ざわつきまして、アフィリエイトの行動でも行政処分されるっていうことが、周知されてきました。なので、何に気をつけていけばいいのかっていうことは、過剰な表現をしないとか、法律をちゃんと守るっていうことを気をつけていかなければいけないんですけども、特に気をつけるべき法律としては、著作権と医薬品医療機器法など法、旧薬事法ですね。この二つは特に意識された方がいいのかなと思ってます。例えば著作権法だと、他人の画像をパクっちゃダメとか、例えば、千葉にいる黒い耳のネズミさんの画像を勝手に使うとか、そういうのってダメですよね。
そういうふうに自分以外が作成した著作物を使用する場合は、基本的に許可取りなさいねってルールがあります。で、許可が出ないものもあります。そういったものをちゃんと守りなさいっていうのは当たり前のことです。で、薬機法に関しては、何人ともなので、その効果効能は疑っちゃダメ、虚偽誇大はダメっていうふうに法律で決まってます。なので、例えばどんなに自分の肌に合う化粧品があったとしても、シミが消えたとか書けないんですね。そういうふうに過剰なことは薬機法の範囲内でやってはダメっていうふうに決まっているので、そういったものを書いてはいけないんですね。最低限のルールは学ぶ必要があります。で、これらを守っちゃいないで、法に反した活動をしてしまうと、広告主にペナルティを課せられるリスクが今発生してます。で、消費者庁の方でもアフィリエイトの不正を問題にしてます。昨年の6月からアフィリエイト広告などに関する検討会というものが消費者庁で主催で開催されていて、これ実は私も参加させていただ、末席で参加させていただいてたんですけれども、事業者なのが講ずべき義務を自分じゃなんてあって、ちょっと難しい言葉が書いてあるんですけども、消費者庁の、方針、指針が発表されています。で、消費者庁、行政の、文書難しいので、ざっくり解説すると、アフィリエーター、広告主は、アフィリエーターの人たちに、景品表示法などの考え方を周知啓発しなさいとか、アフィリエーターに不当表示などを行わないように確認するなどして、法令を守ると明確にしなさい、みたいなことを書いてあります。まあ、法律守ってやりなさいっていうことですね。法律ちょっと難しいっていう場合に、ちょっとだけ宣伝をさせていただければと思うんですけど、私も一応理事として所属をさせていただいている、一般社団法人日本アフィリエイト協議会という業界団体があります。これはですね、先ほどの、検討会の方にも、理事の、事務局長をやってるものが、名前も載って書い、参加させていただいてたんですけれども、こういった中で、アフィリエイトに関する、教育啓蒙というものを行っていて、定期的にセミナーも開催しています。で、まだアフィリエイトを始めていない、始めたばかりの方のものが対象なものもあって、会員でなくても無料で参加いただけるので、ちょっと法律関係怪しいとか、何に注意しておけばいいのかわからないという方は、ぜひですね、無料のセミナー、オンライン上でいつでも受講ができるような録画のものもありますので、参加いただくと、理解が進むのではないかなというふうに思います。よかったらぜひ参加してみてください。ということでですね、まとめに入ります。まずはですね、自分の家にあるサイトを作ってみていただきたいなと思います。興味関心のあるチャンネルブログを作って、10記事以上更新して、ASP に登録して、興味関心のある広告主に提携申請をして、商品の紹介記事を書いていって、それを頑張って続けていってほしいと思ってます。で、もちろん最後には、アフィリエーターを守らないといけない法律に注意が必要です。これらをどなたか人にお勧めできる、誰かの役に立つサイトをね、ぜひこの話を聞いてみて、チャレンジしてみたいっていうふうに思っていただけたら、とても嬉しいなというふうに思っております。はい。そんな感じでですね。少し長いお時間になってしまったので、お聞き苦しいところ、前半ちょっと緊張してしまっていて、声がかすれてきてしまってたんですが、聞きたいところだけですね、後で聞き直してなどいただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。